はい、皆さん、おじぎのチャンネルの時間がやってまいりました。これね、もう予告してるから仕方がないんだけど、最近おじぎがもうラジオ漫才何も政治の話じゃない、ばっかしになっちゃったんだね。でも、言いたいこととしてはね、今そういう時期なんですよ。語らなきゃいけない時期。で、この間はね、それこそマスルさんの話でやったし、山尾さんと一番困った政治資金の話もあったね、地球募集の話もあった。でもね、今回そうじゃなくて、尖閣諸島分離の領海とか、ね、領海接続水域とか、あとはまあそういうところに中国のやっぱり調査船とか軍艦が入り込んでる、それとかアメリカの偵察機に対して中国の要するに何だろう、戦闘機が設定する、この問題ちょっとね話さなきゃいけない。これをポジとするかネガティブするか、で当然あとトランプが大統領になった時にポジかネガティブかも話さなきゃいけないね。でこれは一つ言うと、このポジネガは安全保障の問題で、日本が再分離するべきかとかどういう候補なの問題なのよ、うん、でその話についてね、あなっちゃいました、いいやな、ポジネガチャンネル言うの忘れちゃう、まあいいでしょ、まあそういう話はねちょっとね真剣に考えていかなきゃいけないなと、うん、で難しい話じゃないの、うん、これすっごい簡単なのね。世界はね、戦争なしでやっていけますかってことが最初なの。いや、それ無理だね。そう、世界は今まだ500カ所ぐらい戦争が起きてるの、うん、500カ所起きてんだよ紛争がね、うん、でそれをどうやったら日本が参加しないでいられるかでしょ、うんね、参加しないでっていうのは心情的に戦争なんかしたくないから参加したくないっていうのは一つで、もう一つは参加しないってことは紛争を終わらせることに協力しないかというさ、うん、世界の意見もあるんだよ。これに対してどういう答えを持ってるのかと、うん、そうすると護憲派の人たちが言うのはさ、いや日本はね戦争で痛手を負って原爆を通してね足してんだから人殺しのそういうものには参加しないと、うん、ということは協力もしないんだねってことなの。でもさ、うん、そうするとアメリカはさ、なんて日本のためにさ血流して頑張ってくれてるのに、まあそうね、だからよく言う日米安保の問題とか言うとさ、うん、アメリカの都合だとかいろいろ言うんだけど、ね、今大事なことは日本っていうのは北朝鮮じゃないんだよ、うん、中国から明らかに狙われてる、狙われてる、うん、で何度も俺ここで言ってるけど、俺は本当中国 の、 首脳幹部と話してるんだ、うん、共産党とかと軍のね、そしたらやっぱり日本はここまでが日本で、ここまでは日本じゃないってのは信じられないところまで言ってくるわけで、九州ぐらいまではもう日本じゃないっていうのが当たり前の考え方だから、特に島部全部ね、ちょっとずつちょっとずつね拡大してくるね、うん、いやそうだって言ってんだよ昔から。あとあれでしょ、うん、オーストラリアも中国のものだって言ってさ、うん、だから近未来的に世界を平和にするためには、うん、ハワイから東と西でアメリカと分け合おうって言ってんだよ、まあ、そんなのも吹っ飛ばされてるからね、当然ね、うんうん、まあでね、まあ、その話ばっかりしててもしょうがないんだけど、今そういう状態のもとに日本がトランプがね、まあ、こんなことはないんだけど日米安保なんかやめちまってアメリカ米軍引き上げると金出さなきゃ、いやそれはないと、でないんだけど、うん、じゃあそういうような言葉が論調出てきたら日本はどういう意思を示すかと、うん、先に分かっていることは、ね、もしかして米軍が引き上げたらという前提に今の、憲法を改正しちゃって、うんうん、やればいいわけだから、トランプがそういうふうに言うんだったらそれはようこそで、逆に私たちに考える機会を与えてくれてる、うん、ということだね、うん、だから憲法改正ってったってさ、すごく分かりやすいのは憲法9条の第 2項ってのがあって、これが一応すごく困った憲法で、中国の不審船が来てそれが漁民を装ったなんかのさあれでだったら海上保安庁も捕まえることができるんだよ、うん、でも中国の公船と言われてる軍艦が来た時に、その軍艦が日本の自衛隊でもし海上保安庁と発砲した時に反撃してはいけないのが日本の法律なの、うん、これはねそう書いてあるの、法律っていうかね憲法にね。でこんなのはおかしいわけであって、うん、今に合わないと、うん、今の時代だとそれじゃあ それこそさ徳永拓郎さんのさ、うん、徳永じゃないか森永拓郎さん、ね、あれの竹槍持ってベトコンになれみたいなもんで、ね、だからそうすると、まあ、そういう言い方をすればさ、じゃあそんなことするんだったらじゃあ徴兵制復活ですかという話になっちゃうでしょ、うん、でもさ、うん、それすら許されてないのが9条でしょ、うん、その竹槍持つのそうだから日本も軍事開発することはね、例えば5兆円ぐらい使ってるんだ日本の国防予算って、うん、でアメリカを米軍を置くためにまた5兆円ぐらい使ってるの、うん、だからアメリカが撤退したら5兆足す5兆で10兆で国防できるんだよ、うん、だからそう考えたらなかなかすごい軍隊が来るわけで、核もね分かりやすいことを言うとアメリカの核を買いやいんだよ、うん、分かりやすい、まあ買うっていうか借りてもいいよね、そういうことドイツのように、うん、で日本はアメリカに対して 75% ぐらいのお金を払ってて、ドイツさんが 25% ぐらいしか払ってないんだよ、米軍の駐留費にしてもらうにしても、うん、でやっぱり韓国っていう問題をもう一回見直した上で、要するに隣人として使って離れるのが良かったりするわけだから、うん、そういうことを全部やった上でね、日米安保を見直さないといかないなと。だからアメリカがどうなろうと中国が攻めてこようと、これはある意味ではチャンスであって、うん、ポジの部分になってくる。やっぱり
報道されてないんだけどさ、日本の漁船が拿捕されたりとか殺されたりとかいっぱい事件が起きてるわけ、うん、竹島なんかそうやって占拠されちゃったじゃない、うんね、どうしてさそんなさ自分の領土をさ漁民殺されてね取られた島に対してその国とさこんな仲良くやってて土地まで貸してやる必要があるんだってことを考えたら、うん、まあ別に分かりやすく言うとさ、トランプがそんなこと言うんだったら日米安保だけでしょ今問題になってる特に、うん、ね、うん、そしたらロシアと要するにさ平和条約結んじゃえばいいんだよ、だって撤退したらロシアは大喜びなんだから、うん、日本とやりたいんだよね、本当は。だから北朝鮮を認めることになるけどね、うん、北朝鮮ってそんなに悪くないと思うんだよね、韓国の、うん、いやマスコミがそういうふうに言ってるだけで、北朝鮮って悪い国じゃねえんだ、うん、そんなに、だよね、なんか私韓国よりまとまってるから付き合いやすいと思う、うん、だからね、核を持つか持たないかもそうでさ、ね、やっぱり今の国連っていうもの自体に問題があるわけだから、国連重視じゃないような流れ の、うん、世界戦略になってきてるからね、うんうん、だからこういうこと言うとまた反論が出るかもしれないんだけど、まあ、反論は別に受け付けるつもりもないんで俺、うんうん、なんかあったら削除するだけだから、うん、まあそうそう相手したくないから、うんまあね、だって俺アメリカにいる人間で、ね、アメリカでずっと暮らしていくことを誓ってる人間だから、うん、でも日本をこう考えてるってこと分かってほしいんだよね、うんうん、まあどんなことを言ったとしても、トランプが大統領になったとしても日米関係ってのはちゃんと続きますよ。ただリップサービスがあって、うん、アメリカの国民の意思ってものってほんの 1% ともいいから、うん、よくしてアメリカをよくしたいっていうのがトランプの考え方で、うん、それに対抗できるのは安倍さんぐらいしかいないのよ今の。そうですね、うん、だから安倍さんがね、あとどうするんだろう。俺なんかはもうすごく分かりやすいのはさ、うん、来年まあ、今年都知事選挙が終わった後に4年後あるでしょ。そしたらもうその時安倍さんは選挙出れないんだから、一回4年間都知事になってもらっちゃって、で4年後にもう一回さ自民党 の、 総裁に返り咲いて、それベストだね、うん、思っちゃうもんね。そうしてくれたらすごい安心だな、うん、本当だよね、激務だから大変だろうけど、うん、いやでもね、したらそう思っちゃうよね、他にないじゃん、だって東京都みたいな巨大なことができる人ってのはさ、うん、安倍さんだったらもうダントツと。それでね、俺思いたいんだけどさ、飛行機の搭乗クラスにファーストクラスっていうのがあるよ、うんね、で俺の友達の浦野さんって人もファーストクラス乗ってる、ジャルのね、うん、ファーストクラスになぜ乗っちゃいけないの、これ思うよね、うん、だってファーストクラスっていうのは要するにそういう人たちが乗る場所なんだよ、政府専用機で行くのは安倍さんはいいかもしれないけど、ビジネスクラスはおかしい、かえっておかしいよね、うん、だから政府用枠として、政治家用の枠でファーストクラスで、まあエコノミーなんか最低だぜ、ありえないよ。ね、例えば60代後半から70の人が日本からブラジルまでエコノミーで行ったら病気になっちゃいます、うん、確実に、うん、あとさ、そういう真ん中のさ席とかにさ、うん、そのなんていうの、都知事とかが座って変だよ。そうだから結局ね、そんなね、ジェラシーだけでファースト、ホテルも何万以下のとこ泊まるんだとかさ、そんなのおかしいんで、やっぱり東京都知事って他の知事とも違うわけだし、政治家の中でね、そういう場所にいる人でしょ、そういう人間をもっと敬って、別にいい生活って何が悪いっていうの、うんね、だから、なんだろうな、大阪がね、なんか今度、なんかファーストクラスを禁止するって言ってるんだけど、それは大阪貧乏だからいいよ。うん、大阪貧乏だからね、大阪なんて貧乏なとこだからいい、その政治が、うん、いい、だけど東京はそれじゃいけない、だからどん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 使うべきで乗っていいわけだし、あと政治資金の使い方だって、まあ、そんなにね、むちゃくちゃじゃないよ、ただ、うん、小さい男だなと思った、うん、小さい男だなと思ったけど、ファーストクラス乗ってたくさん連れてくんだったら別に堂々といいんだけど、何でもいいけどさ、家族との回転寿司は小さいよね、いいけど、ダメじゃないけど、てんてんてんみたいな、ほんとほんと、まあね、そんなことも含めてね、ポジネガの話も今日も政治になっちゃいましたね、そうだね、まあ皆さんね、ニュースに騙されちゃいけない、で、羽鳥と橋本がね、テレ朝で面白い番組やってるけど、まあ橋本もはっきり言ってテレビ朝日に魂売った男だねとしか言いようがない、自分のために、うん、だってどう考えたってさ、朝日新聞問題ってのは絶対あげないんだから、あ、それだけは言わないでくださいって、分かりましたって言ってないから、一番問題は朝日新聞でしょって言えばいい、ね、そう、その通りだよ、だからそれをやればいいじゃない、それね、俺もう一人嫌いで池上って嫌いなんだけど、うん、池上は新聞でこの記事書くなってやれた時に、じゃあ降りますと、朝日新聞降りますってやったの、イヤーフ問題の時ね、そうそう、だからね、うん、そういうところとかやっぱりね、報道にする自由っていうのがなんか履き違えてるから、うん、そうだよ ね、 うん、だからまあ要するに朝鮮朝日新聞ね、は残念だけど日本にいらないから、うん、一つ在日新聞は一回ね、潰す努力をね、国民がするべきじゃないかなと思う、うんねね、はっきり言って今必要なのは読売と産経だけです、はい、後の新聞はいらないや、
ね、さあ、なんか言いたいこと言いました。ポジネガです。はい。はい、まあ、また過激に行きます。来週もね。はい。それではどうもありがとうということで、たまにはいい話したいね。さよなら。どうも。この番組は、あなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。